石川テレビ放送株式会社は石川県を放送対象地域としたテレビジョン放送事業を行っている特定地上機関放送事業者である。略称は ITC であるが現在はほとんど使用されておらず通称である石川テレビがウェブサイトや番組表などで広く使用されている。FNNFNS 系列のテレビ局であり中日新聞社で 北陸中日新聞を発行、東海テレビ放送との関係が深い。なお、2005年3月には、総務省より中日と東海テレビの出資比率が、マスメディア集中排除原則の出資規制に、抵触していたとして、厳重注意処分を受けているが、後に隣接区域への出資比率制限が緩和され、中日、東海テレビ両者合わせた、出資比率は、処分時より上回っている。 なお、北国新聞からの資本もわずかではあるが入っている。1990年4月1日に日本テレビ系列局のテレビ金沢が開局するまでは、天才、たけしの元気が出るテレビ、など、日本テレビ系列の番組も多く放送されていた。また、翌年10月1日に北陸朝日放送が開局するまでは、テレビ朝日系列の番組も放送されていて、 クロスネット局ではないにもかかわらず、バーマンや朝まで生テレビを同時ネットしていたこともあった。このような影響があったため、系列局であるにもかかわらず、1985年4月1日から1987年8月31日まで放送されていた、夕焼けにゃんにゃんが放送されなかった。現在の社屋、メディア館は旧本館跡地に建設された。 地上4階建て、9本館の2.5倍の延べ床面積の約4000平方メートルである。9本館の耐震性が低いのを受けて2012年12月より計画が始動し、2014年4月2日に着工、2015年5月9日に竣工したもので、耐震基準は建築基準法の基準の1.25倍に設定し、 震度6強クラスの地震にも耐えられる設計になっている重要な施設を上階に配置するなど水害対策も考慮されている。富山県、福井県で発行されている全国紙では各紙で番組表が掲載されている。富山県、福井県の日本経済新聞、富山県の産経新聞はフルサイズ、富山県、福井県の読売新聞、朝日新聞、 富山県の毎日新聞、福井県の産経新聞では、ハーフサイズで掲載されている。地方紙では、富山新聞、北陸中日新聞、富山県版、福井新聞、日韓県民福井、中日新聞、福井県版で、ハーフサイズ以下の掲載を行っている。テレビ金沢の開局までは、読売新聞、富山新聞、北陸中日新聞、富山県版、 当時発行していた福井県版、中日新聞福井県版でフルサイズ掲載を行っていた。開局後はハーフサイズ以下となっている。スポーツ紙では、富山県、福井県のスポーツ日本、富山県の中日スポーツ、福井県の日刊スポーツでフルサイズ、富山県、福井県のスポーツ放置でハーフサイズ以下の掲載となっている。富山県の北日本新聞、 福井県の毎日新聞、富山県、福井県の産経スポーツデイリースポーツ、富山県の日刊スポーツ、福井県の中日スポーツでは掲載されていない。2021年6月24日の株主総会、その後の取締役会終了後社外取締役で、中日新聞社取締役電子電波担当の林、博子が社長に就任した。 1968年の会社創立以来初の女性社長になる。現役の民放の女性社長は、新潟テレビ21の桑原美希、日本放送の日丸牧巻に続いて3人目となる。企業、団体の名称、個人の肩書きは当時のもの。 1978年3月31日1992年3月31日2003年3月31日石川テレビ放送の送信と富士テレビ系列のリモコンキー ID 地図リモコンキー ID8 編成チャンネル081から0822011年7月24日の12時に放送が終了した時点のものなお 鈴市内の中継局は2010年7月24日に廃止されている。サービスエリアは石川県内と富山県西部ほぼ全域、福井県冷北都と山県東部の一部に及ぶ。太字は字幕放送。番組名に印があるものは北陸朝日放送に移行した番組。番組名に印があるものはテレビ金沢に移行した番組。 1976年から石川さんへ交代するまでは、ゆうちゃん坊やというキャラクターが使用されていた。近年は、有機契約社員が主である。男性女性男性女性。石川テレビの番組編成は、ネットする番組とそうでない番組との格差が大きい場合がある。以下は、具体例。ありがとうございます。